どうも、皆様、こんにちは。もうこんばんはの時間でしょうか。ホローナイトです。奏者のドライアイと言います。よろしくお願いします。簡単に説明を、2D のアクション、メトロイドバニアと呼ばれるジャンルです。で、カテゴリが Any%、1.4.、3.2 プラス、NMG みたいな、いろいろついてるんですが、まあ、要は Any%の、バージョンが比較的新しいバージョンかつ、NMG ノーメジャーグリッチ、主要バグなしという実力一本勝負の Any%です。早速始めていきます。今回この4番目のセーブデータ使っていきます。こちらのモード、通常のモード選択した時からタイマースタートです。それでは5つ数えます。5、4、3、2、1、スタート。よろしくお願いします。タイトル画面から、空洞騎士ということで漢字、思いっきり漢字になっていましたが、文字の表示の関係で文字数が少ない中国語が、最速の言語設定となっておりますので、中国語で進めていきます。まあもちろん文章とかストーリーとかガンガン飛ばしていきますので、読めても何のこっちゃとは思いますが、中国語で頑張っていきましょう。というわけで始まりました。通常攻撃ですね。上下左右に攻撃が可能です。で、特徴的な動きとして下斬りをオブジェクトや敵に当てることで上方向に跳ねることができます。これが、いろんなね、時短につながりますね。さあ、最初のエリアはサクサクと進んでいきましょう。扉を壊しまして、たどり着いたのが、ダートマウスと呼ばれる集落ですね。最初は、いわゆる住人たちも全然いませんので、用がないのでさっさと通り過ぎてしまいます。あーと引き止められそうになりましたが、無視します。今虫だけにって思って結局行っちゃいましたね。言わない方が良かったな。はい、ここで RTA のテクニック出ます。出るかな？出ました。あー、出ましたね。落下する瞬間の1フレームのタイミングで、メニュー開くところで、メニュー開きますと高速落下します。高速落下しますが、敵に当たると落下は解除されますので、先ほど1フレーム技成功させたんですけれども、即座に解除されてしまいました。ロスですね。このゲーム、敵の動きがかなり乱数で、うろちょろうろちょろします。敵の行動パターンも乱数で決まります。ので、まあ、さっきみたいに、まっすぐ落下するみたいなことをしても邪魔される可能性があります。まあ、なのでね、普段の動きとかも結構、相手の動きを見て、乱数に合わせて、行動を決めて動いてるっていう風に見てもらえたら、ちょっと楽しみ方も変わるのかなと思います。さあ、最初のボスですね。ボスのところまでやってきました。さあ、どんなボスが出るかな？はい、偽りの騎士くんです。バシバシ叩きます。するとダウンしますので、本体を攻撃。さあ、これを繰り返せば倒すことができるのですが、地面バシバシ叩くと左の壁が壊れるようになるので、壊して
逃げます。まあもちろん RTA なので戦う必要がない敵とはできるだけ戦わないように素早く進めていきます。結構最初のボスの割にはこんな隠しルートを戦わない選択肢が取れるっていうのがなかなか面白いのかなと思います。さあここで手に入れましたのが復讐の魂というスキルですね。攻撃スキルになります。漢字なので分かりませんね。画面左上の丸いゲージ、ソウルと呼ばれるゲージを使って撃つ攻撃です。これがもちろん飛び道具なので、使い勝手が非常に良い、かつ火力も高いというわけで、このエニーパーセントにおいての攻撃系のスキルはこの復讐の魂のみになります。このゲーム他にもいろんなスキルがあるんですけれどね、最速のチャートだとこれしか取りません。さあもちろん強いから取ったというのもあるんですが、この当選簿してるでっかいダンゴムシのような彼が、この復讐の魂を使わないと倒せないというそういう事情があって、真っ先にこのスキルを取りに来ました。あ、来ましたね。メニュードロップ、落下瞬間の1フレームでメニューを開く技です。今度は綺麗に敵がいないので決まりましたね。さあ、先ほど復讐の魂でソウルが空っぽになってますので、またソウルを貯めつつ進みます。さあここで再びでっかいダンゴムシくんです。1、2、3、あ、運がいいですね。彼乱数によってどうしようもなく時間がかかることがあるんですが、今回非常に運が良かったです。やはり普段からいいことはするものですね。というわけで新たなエリア、緑の道という草が生い茂った場所にやってきました。また移動の最中ソウル貯めていきます。このゲーム基本的にまあソウルを使った方が強力な攻撃ができますので、移動中はソウルをいかに効率よく貯めるかという時間でもあります。さあここで使うのは復讐の魂ですが、攻撃ではなく移動スキルとして使います。こちら、撃つと後ろ方向にノックバックというか反動が発生するんですね。これを使ってジャンプだけでは届かない足場にショートカットします。これをもう一回やります。ああ、よかった、うまくいきました。さあまたソウルを稼ぎつつ進んでいきましょう。さあ次は攻撃に復讐の魂使いますよ。あ、うまくいきましたね。この飛び道具、まあ基本的に一度しか当たらない単発の技なんですけれども、相手の素早い移動に合わせて撃つと多段ヒットします。このテクニックはこの後出てくるボスにもどんどん使っていきますので、何発ヒットしたのか、そこも注目して見ていただければと思います。っていうことを喋ってる間にボス倒しましたが、彼はお金稼ぎのためなので、このままお金のためだけにというわけで特に説明はしません。さあここからですね、ホローナイト次回作の主人公でもあるホーネットちゃんとの戦闘です。あ、運がいい。できるだけ画面端に追いやって戦っていきたいところですが、運がいい。ぼちぼちですね。さあここで手に入るのがガの羽の衣という移動スキルです。
ダッシュができるようになります。と、ここでタイトル画面に戻ってデータをロードします。このゲームは、ロード時の再開するロードポイントが決まってまして、それらを、使うことによって効率よく移動することができます。で、先ほどベンチからスタートしたんですけど、このゲームはベンチに座るとそこがロードポイントになります。で、ベンチは体力が全回復する癒しスポットなわけなんですけれども、タイトル画面に戻ってロードという移動方法を、使いますので、気軽にベンチには座れません。悲しい。という話をしていたら、また次のエリア、奉仕の森という場所にやってきました。キノコがたくさんですね。さあ、ここでまた移動系のスキルを取りに今向かっております。まずは探索するためのスキルを集めます。さあ、ここですね。スキップ出ますよ。復讐の魂使います。はっ、うまくいきました。相手の出す、誘導弾ですね。いい感じの高さに誘導して、復讐の魂で対空時間を伸ばすことで、下切りを当てて上に跳ねるという。あの誘導弾が爆発する弾なので、エクスプロージョンポゴスキップなんて呼ばれています。ここで手に入るのが、カマキリの爪という壁切りができるようになるアイテムです。さあ、これで最低限の移動スキルが揃いましたので、ストーリーを進めていきましょう。さあ、移動の際もすれ違いざまに攻撃を当ててソウルのゲージを稼ぎます。あ、空振った。あー、空振ったね。後でもう一発分稼ごうか。さあ、ここでちょっと上に寄り道します。このゲームにおけるファストトラベルですね。駅を開通させます。ここは後で使うので今のうちに開けておきます。さあ、このゲーム大変ボスが多いので続々とボスが出てきますよ。さあ、次のボス、グラザーママです。あっという間に倒せます。お金も落としてくれて嬉しいですね。が、まあ、グラザーママという名前の通り、お子さんがたくさんいらっしゃいますので、お子さんもきれいに片付けて、次へ進みます。さあ、ここでベンチ座ってロードポイントをここにして、お店です。装備品を買います。このアイテムが、復讐の魂、飛び道具の火力をさらに上げる装備品となります。これ、後で装備します。あ、痛い。痛い。ちょっとダメージを受けながらでも進んで、お店屋さんを集落に戻してあげます。あ、痛い。あ、痛い。あー、死んでしまったというところで、死ぬとその場所に黒い影が出てきます。この影くんをこっちに連れてきてあげて、下切り。便利ですね、下切り。足場のない場所にも足場を作り出せる影くん、とっても便利です。というわけで、まあ本来では今のスキルでは届かない、ネズミ返しがあった高い場所も難なく進んでいきます。あ、落ちちゃった。
さあ、なんかいかにも雰囲気がある場所にやってきました。調べると、なんて書いてあるんでしょうね。まあ、簡単にかいつまむと、3体の守護者、夢見の守護者という彼らですね、がいまして、彼らが封印を守っているんだよという、まあ、そんなお話です。さあ、で、彼らの守護者3体倒すのが、ひとまずの目標になっているんですが、夢見の守護者は夢の中にいまして、普通の攻撃じゃ倒すことができません。じゃあどうするかというところで、新たなスキルを手に入れに向かってます。こちらですね。夢見の釘と言われるスキルです。で、このスキルの説明をする前に、またちょっと軽くスキップというか、お話を飛ばします。スタートボタン連打して、ダッシュダッシュダッシュ。できました。寝ながら落ちます。普通は、通常プレイだとね、最初の倒れていた部屋で目が覚めて、いかにもな人物にお話を聞けるんですが、RTA 的に聞く必要は全くありませんので、寝たままずさーっと脱出しました。さあ、これが夢見の釘と呼ばれるスキルですね。ため時間が結構長いんですが、これが夢見の守護者を倒すために必須というところと、これを敵に当てることで、左上のソウルというゲージ、これが回復できるという、なかなか強豪力なスキルになっています。やはりメインの火力が魔法になっていますので、ゲージ技、たくさん使います。そのためのゲージの回復スキル、重要ですね。さあ、ここで寄り道。お邪魔しまーす。で、奥に隠れている金ピカの彼。成金虫という、まあ、成金なんだろうなというお名前をしていますね。彼を倒すとたくさんお金がもらえます。やったぜ。このゲームは本当に道中はスキルじゃない、ソウルを稼いでゲージを回復、それとお金を稼いでお買い物をできるようにという、それら2つのね、ソウル管理とお金の管理、リソースの管理が結構大事になってます。さあ、中ボスチックな彼。この子が硬くて強くて、普通にやられちゃうことも多々あるんですよね。よし、なんとかなんとか。さあ、最初の守護者に向かってどんどん進みます。エレベーター中に回復挟んで、ロスを最小限。さあ、ここでボス戦です。音がない、いかにもな感じですね。戦う前に上登って、シャンデリアを落とすと、ボスが1体減ります。1体減るということは?というわけで、複数体で襲ってきます。監視塔の騎士というボスです。彼もね、突進にうまいこと合わせて復讐の魂を打つと多段ヒットさせられます。どんどん狙います。で、最初の1体倒すと次々起き上がってくるので、倒します。で、彼らの何が強いかっていうと、この行動が本当に乱数で読めない
というところと、その乱数で動き回る敵が2体同時にいるという、そこが大変難しいポイントですね。通常プレイでも苦戦された方は多いのではないでしょうか。早くはないけど安定して倒せましたね。ノーダメージでいけたのはちょっと嬉しいです。まあ本来はダメージ受けてでも早く倒せる方がいいんですけどね。なかなか被弾覚悟で早く倒すチャンスはなかったですね。さあエレベーター無視して壁蹴りで上に登ります。さあ夢見の守護者1体目です。空振りました。悲しい。夢見の釘を当てることで彼の夢の中へ入り込むことができます。お話も聞けるんですが RTA では問答無用です。守護者を倒すとこんな風にムービーが挟まります。貴重な、RTA の中での休憩ポイントですね。給水など水分を取りましょう。でちなみに、ここまで来ておおよそこのエニーパーセントの半分まで来ましたね。折り返し地点です。さあここからどんどん激しくなっていきますよ。あ、この人エレベーター呼んでないやん。本来はエレベーターを上に呼んでいるはずだったんですが忘れてますね。この人水を飲んでおかないと。なるほど、面白いですね。さあお金を稼ぎます。で上でちょっとアイテム拾ったんですが、これもお金ですね。換金アイテムです。後でお金に変えます。さあどんどん進んで、このあとですね、このエニーパーセント最大と言っても過言ではないというか、もう最大ですね。最大級の難易度を誇るスキップが登場します。さあスキップに向けてゲージを貯めといて、この次のエリアですね、ラフターズスキップと呼ばれる無理やり上に登っちゃおうという技です。うまくいくかな。あー失敗しました。ちょっと届かなかったですね。本当はあれを、あ、ダメですね。リカバリーも失敗しました。ちょっと悲しいです。本当はダメージを受けながらゴリゴリ対空して下切りで浮かび上がるという技だったんですが落ちてしまいましたね。悲しい。仕方がないので左側でリカバリーします。ここで拾ったのも換金アイテムですね。扉を開けて、ここのお店が、貴重な古代の物品を買い取ってくれます。いつもお世話になっております。はい、これでおおよそ金策が終わりましたね。というわけで次は、このお金で進むために必要なアイテムを買いに行きましょう。一番最初に、訪れたというかスルーして通り過ぎたダートマウスという集落に戻っていきます。で、結構遠いけどどうやって戻るのっていうのが、途中登場しましたファストトラベル駅を使います。最初の集落の駅は特に開ける必要がなくて最初から開通してるんですね。親切設計です。さあこの駅ですね。
さあ、今何やったかっていうと、ベルを鳴らすと、この運んでくれるおじちゃんが出るんですが、おじちゃんが出るアニメーションをスキップするために、飛び道具で呼び出しベルを鳴らして、エリア外に出て、入り直して、乗せてもらったということをやりました。まあ、このゲームタイマーがインゲーム、ロードレースの時間、ちゃんと計測してくれまして、普段はこっちの方が早いんですが、実際このイベントの RTA タイムしか計測しない場合、どっちの方が早いのかっていうのは、ちょっと私わかんないんですけれども、まあ、いつもの最速の動きでやっていきます。痛い。ちょっとダメージがでかいですね。さあ、買ったのが今手に持ってる明かりですね。この明かりがないと、ここの、装置、扉が閉まっている扉を開ける装置にお金を入れることができないので、明かりを買いました。おっとっと。さあ、ここもちょっとした小技が出ます。はい。敵の投げる武器を下切りで上に跳ね上がるというちょっとしたショートカットです。あ、ちょっと最速サイクルはできなかったですね。ここちょっと難しいんですが、最速サイクルだともうちょっと早く進めるんですが、失敗しました。さあ、体力が2、ちょっと怖いですね。アイテムを買うときにダートマウスという集落でベンチに座ってたと思うんですが、今ここでやられてしまうとあのベンチまで帰ってしまうことになるので、それは絶対に避けたいところです。絶対に避けたい。さあ、どんどん進んで、避けたいと言いつつここでダメージを受けます。そうすることで、このレーザー地帯の周期が綺麗に噛み合うんですね。体力1なので怖いところですが、速度のためには致し方ありません。はい、ここで手に入るのが水晶の心臓という、またも移動系のスキルです。スーパーダッシュと呼ばれるダッシュができるようになります。これがどういうものかっていうと、すぐこの後お見せしますね。ロードしてダートマウスに帰ってスーパーダッシュ。気持ちいいですね。こっから先どんどん使います。で、このスーパーダッシュ、地上だけでなく壁張り付きの際も使えるんですね。あ、当たらない。乱数がいいですね。で、壁張り付きスーパーダッシュができると、どういうことができるようになるのかっていうのが、ここです。あ、高すぎた。高すぎたなぁ。触れるとダメージを受ける3の上を、スーパーダッシュで無理やり通ります。シーケンスブレイクですね。いわゆる。体力4か、ちょっと怖いですね。さあ、ここで2人目の守護者がいる場所までやってきました。守護者がいるということは、だいたいその手前にボスが待ち構えています。というわけで、この RTA の最大の嫌われボスと言ってもいいかもしれないウーム君です。何が嫌われかっていうと、乱数でめちゃめちゃタイムがブレるんですよね。あ、これはいい乱数ですね。この全体攻撃、いい乱数です。で、この追尾攻撃、悪い乱数です。単純に全体攻撃の方がパッと終わって、次に進むんですが、追尾は長いんですね。
はこんな風に弱ってる最中しかダメージを与えることができません。まずいなこれ。あ、最速サイクル無理かも。あ、死ぬ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 、最速サイクル失敗しました。本当はこの2回の攻撃チャンスで倒しきれる相手なんですが、ちょっと失敗しましたね。あ、怖い。エキストラアタック、悪いランスを引いております。はい、最速ではないですが次に早い3回目の攻撃チャンスで倒しきることができました。これだけでね30秒くらい変わったりしちゃうんですよね、タイムが。さあ次の夢見の守護者です。なんかいつの間にやら協力してくれた仲間がいたんですが、ちょっと彼についての説明も省略させていただきます。さあ2体目解放して、この後ですね、この後がちょっと区間的に回復するタイミングがほとんどないという長い区間になってますので、体力気をつけて進んでいきたいですね。どれくらいないかっていうと、まあ途中回復挟めないことはないんですが、単純なロスになります。どこまで回復しないかっていうと、理想的には次の守護者を解放するまで回復はしません。なのでこの5つの体力大切に大切に持っていきたいです。ソウルも稼ぎつつ、さあいろんなエリア走り回りますよ。さあ次に向かうのがこのお隣のエリア、女王の庭という場所に行きたいんですが、そこでもスーパーダッシュ駆使します。一発で決まりましたね。ここもなかなかの難所で、古くはここが一番難しいスキップであるというふうにも言われてたりしました。さてさてさて、女王の庭というエリア進んでいきます。ここは強制戦闘です。復讐の魂をガンガン使って、あ、よし。で扉が閉じてるのはレバーを開けて、よいしょ。さあここでも出るかな。メニュードロップ出ました。うまいですね。着地が下手ですね。解除が遅かったですね。よいしょ、痛い。痛い。体力が3になってしまいました。これはちょっと危ないですね。3でなぜ危ないかっていうと、早く進むために無理やりダメージを受けながら進んでいくっていうことをこの先あと2回したいんですよ。つまりこの3という体力がギリギリなんですね。これ以上体力が減ってしまうと早く進むことができなくなってしまうという、まあ、それでもギリギリの体力1で進むべきかどうかという判断はちょっと微妙なところです。イベントだから安全をとっていくのか、それとも最速を目指して進むのか。
さあ、どうしましょうか。さあ、ここでたどり着いて、やった、ベンチだーって座ると、罠にかかります。しかも、体力の回復はありません。ここで回復するかどうかで難易度が全然違うと思うんですが、現実は厳しい。というわけで、捕まって、相手の巣の奥深くまで連れてきてもらいました。ここに最後の守護者がいます。さあ、この通せんぼしてる敵、この子ですね。ダメージを受けて無理やりゴリゴリと攻撃します。体力に怖いですね。あの通せんぼしてる彼、2ダメージの火力を持ってるので、もう即死圏内なんですよね、この体力は。おっとっと。怖い。怖い。痛ーい。回復します。やば。回復した意味とは？体力1なのでゴリ押しできません。普通に倒します。さあ、なんとか死ぬことはなく守護者のところまでやってこられました。いやー、よかった。まあ、お気づきの方もいたと思いますが、この守護者のところ入るとね、自動で体力回復します。ここは親切設計です。さあ、これで3体の夢見の守護者を倒し、封印を解放しました。あとはラスボスへ向かっていくだけです。さて、ここでお金は、十分ありますね。ここで最後、またファストトラベルの駅を使って、最初の集落へ戻ります。この時250ないとお金稼ぎが途中必要になってしまいます。駅開けて、ベル鳴らして外へ出る。これでアニメーションスキップして乗ります。さあ、ラスボスへ向かいましょう。ちょっと待って、ちゃんとチャージしてね。よし。さあ、ラスボスの封印されてた場所がこちらです。実は最初の集落からすごい近くにあったんですね。開きました。いや、いかにもな雰囲気ですね。ここの道すごく綺麗で雰囲気があって好きなんですよね。まあ、ただ RTA なのですっ飛ばしていきます。さあ、彼を縛ってる鎖をすべて切って、ラスボスのタイトル回収、フォローナイト君との対戦です。これをやめてほしい。金って言って武器を構える、あれカウンター技です。あれをされると単純にロスなので、できるだけしないでほしい。それを祈りつつやっていきます。怖い。で、この突進ですね。あ、今はダウンしちゃったな。この突進も、移動速度速いので、うまいこと
復讐の魂打つと多段ヒットします。さあ BGM もなんやら悲しげなメロディーになって、相手も自傷行為を始めています。ストーリーを知るとなぜこういうことになっているのかっていうことを伺い知ることができるんですが、それは、皆さんの目でぜひ確かめてください。ここで相手の叫びに合わせてあえてダメージを受けました。スクリームスキップと呼ばれる硬直を回避する技です。綺麗に決まりました。さあ彼を倒して彼の中身何らか吸収します。画面が暗転して右下にセーブのアイコンが出たらタイマーストップです。ストップ。はい、というわけで最後はこの主人公くんが新たな封印となるのだエンドです。めでたしめでたしなのかな。というわけでホローナイトのエニーパーセントでした。もちろんこのゲーム、メトロイドバニアというわけでいろんな要素、いろんなスキル、いろんなボスがありまして、それらをやるとね、また違ったエンディングもあるかもしれないということで、もしホローナイトに興味持っていただけたならね、購入いただいて遊んでいただければと思います。で、この RTA という遊び方についてもですね、この今日お見せしたエニーパーセントですとか、それ以外にも全てのスキルを集めるオールスキルとか、真のエンディング目指すトゥルーエンディングや全ての全要素を回収する 112% なんてカテゴリーや、たくさんいろんなカテゴリーがありますので、RTA やりたいなって方にも、おすすめできる作品かなと思います。競技人口もね、結構多くて、まあ海外の方がやっぱり多いんですけれども、いろいろお話も聞けたりするのかなと思います。最後に、ちょっとした宣伝を。といっても、RTA の勧誘です。そこのあなたぜひ、このホローナイトの RTA やってみませんか？私にね、わかることであれば、わかる範囲で教えられますし、あと、ホローナイトのね、日本人向けの、日本サーバー、ディスコードのサーバーもございます。リンクはどうしようかな。この後、私がちょっとツイッターでつぶやこうかなと思いますのでね。個人的に聞きにくいなーなんて思ってる方は、ぜひぜひ Discord のサーバーの方でね、気軽にどうやってやるのとか相談いただけたらなと思います。はい。といったところかな。さて、このトンカソン4。次は、セレステですね。もやしさんが走られます。まだまだ、このイベント続きますのでね、ぜひぜひ引き続きご視聴いただければと思います。エンディングも綺麗に終わりましたね。というわけで最後に達成度 16%。 まだまだ遊べますこのゲーム。ぜひホローナイトをよろしくお願いします。というわけで、ホローナイト、エニーパーセント、奏者ドライアイでした。ご視聴ありがとうございました。